どうも、猫スタヤです。今日は何の日ですか？今日は、3月度の締め日営業です。今回3月の締め日営業は月で見ると売り上げがすごいみたいな。いやもう過去最高売上&組数で大盛況でございます。その今月、はい、その PV 争奪戦みたいなと、まあ、チーム対抗戦っていうのがまああったんで、 PV バトルはまあ1ヶ月間通して、でそのチームバトルはまあ1日だけのやつなんですけど、そういうのもあって未経験の子たちが掃除組を抜けたり名札が取れたりとか、まあ、それがやっぱ大きかったかなっていう感じです。で今日じゃあ今月のナンバーワン発表前とかに多分おそらくそうです、 PV のやつは発表されるかなっていう、まあ、お店でモニターが結構複数箇所にあるんですけど、まあ、そこで流れる PV、 もちなみに僕のインスタとかにあの貼ってあるんで気になる方は見てください。俺もあれ撮りたい乗りたいみたいな感じで、じゃあそれの争奪戦をやろうかって言って今月そのあれが決まったんで、それが今日発表されるっていう、まあ、あの今月鉄板を売るっていうところと、あと掃除目を抜けるっていうところを目標にしていて、でそれが、まあ、達成できているので、まあ、これからもあの応援してもらえたらなと思うので、はい、よろしくお願いします。今日もシャンパンありがとうございます。よいしょよいしょ、みんな自分感謝の気持ちを込めて撤収、ありがとうございます。よいしょ、はい、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 今日は、はい、痛い、痛い、痛い、年間のランクインが立ったらいいなって思うので、これからも応援してくれたら嬉しいです。盛り上がっていきましょう。よいしょ、よーい、よいしょ、PV 出演3名暫定ではありますが3位から発表させていただきます。俺か、俺かだ。それでは PV 出演第3位、この太郎さんです。ナイス。第2位、天馬さんです。続きまして第1位、イチさんです。お前入ってたかい。続きまして3月の締めの本数ナンバートップ3の発表に移ります。第3位、ルイシーです。続きまして第2位、カイ・ハルト復帰です。続きまして3月の締めホストナンバー栄えある第1位、星崎ダイヤ取締役です。続きまして3月の売上ナンバートップ5の発表に移ります。第5位、そして第4位、アルトカンボスです。そして第3位、カイ・ハルト復帰です。そして第2位、ルイ・シリです。そして3月の栄えある売上ナンバー第1位、こちらは指名本数とともにダブルタイトルとなります、星崎ダイヤ取締役です。星崎ダイヤ取締役が2023年3月のナンバーワンを獲得したということで、まあ、今月が一番すごいお店が活気づいてたということで、その中での1位はさすがだなとやっぱ思いますし、差は抜かれないように、僕らは抜くように頑張っていきましょう。おめでとうございます。優勝、今年はね、ここのナンバーワンがっていうより、まあ、自分とね、まあ、戦って一番取りたいなってちょっと思うんで、みんな来月も今月の自分に勝ちましょう。今月もありがとうございました。ポン、うわーい、それでは従業員最大級のお祝いの気持ちを込めて撤収、ありがとうございました。
お疲れ様です。お疲れ様です。店売りと組数更新ありがとうございました。でテーマも掃除組ね、抜けて折半おめでとう。おめでとう。はい、確実にこの人数で、まあ、しかも新店でね、未経験がこんな多い中グループのトップで戦えてるっていうのは間違いなく俺らがやってることは間違ってないってことだから、まあ、ここでみんながもう少し成長していけば当たり前にトップ5は余裕で入れると思うから、まあ、そこまで行ったらね、ようやくなんかプラチナとかハーレムと戦えるステージが見えてくるのかなって思うから、まあ、とりあえずみんな自分のために頑張って、ね、そしたらそれが店のためになるから精神的にもね、いろいろ余裕が出てくるだろうし、ホストってものもなんか楽しくなってくると思うから、今よりもっとねまた切り替えて頑張っていきましょう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。何日にバトルイベントやります？もうしばらく先だろう。やる気ないな、俺一人でやるけど。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、3月に行ったPV 争奪戦3位、走れメロス高太郎。走れ高太郎、ありがとうございます。感想。はい、走らせていただきました。え、走らせていただきました。それだけ感想。感想ですか。うん、終わるに走るかと思いました。じゃあ感想はって聞いたら走らせていただきました。本当に入店2ヶ月ではい、PV 争奪戦になったのが本当にピリピリしてました、自分の中で。本当に人に恵まれてこういった結果で、ありがとうございました。ちゃんとかっこよく決めるんだよ、 PV。はい、まあ、でも今月の SNS からの初回指名が何件かあったでしょ。はい、初回指名でいきなり総額15万円のシャンパン入れてそのまますぐ帰るっていう。初回指名だよね、今日初めましてだよねみたいな。すごいよね、本当に応援したいからっていう理由だけで来てくれて本当にすごい。もう開けなくていいから戻しといてって。だしね、わざわざすごい遠方から初回指名で来てくれて、北海道から来てくれましたね。よくわかんないっす。わざわざお土産まで持ってきてくれて、はい、よかったね本当。いや本当に恵まれてます。今月の目標はステッパーですかね。まあ、先月を超えると。はいはい、毎月もう本当に1円でも多く超えていきます。はい、俺も頑張るから、コートラも頑張ろう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。以上です。第2位、天馬。天馬です、まあ、天馬はもう無事掃除組も脱出して、今月から僕らで売上組って言ってるんですけど、掃除組ではなくて幹部ではない間の子たちを売上組って言ってるんですけど、感想は？まず PV に関してはずっと狙っていたっていうのもあって、ずっと前の月から準備して動いていて、もう一個の目標の、まあ、掃除組脱出折半を達成するっていうところまでは、まあ、ちょっと最初の方は見込みがなくてかなり内心焦っていたんですけど、お客様のご支援もあって達成することができて、今月の成果としてはすごくいい結果だったかなと思います。喋るのうまい。だから折半超えてる状態で締め日迎えて、またシャンパンも入れてもらってたもんね。そうですね。すごいよね。新人賞を取りたいんだね、まずは。はい、5月までにグループで半年未満で一番売上が高かった人が、まあ1ヶ月でね表彰されるんですけど、それが5月まで、まあ、この2ヶ月とりあえず頑張って新人賞を目指して、まあ、前の月の売り上げっていうところはちゃんと超えていけるように動いていきたいなと思います。 TikTok とかすごい頑張ってるんで、さっきの高太郎も天馬もで、2人ともよくライブ営業後にやってるんで、気になる方は見てあげてください。ありがとうございます。はい、新人ではないんですが、まあ、当たり前に DV の1位、みちさんです。気まずはい、まあ、これはもう正直もうやる前から3枠あったけどほぼ確定だよねみたいな。 PV 乗りたいっていうのはその自分の中であんの？でもぶっちゃけでいいんすか？いや、いいっすよ。ないっす。あるでしょ、普通に。あるでしょ、普通に。まあでも、ミチさんに関しては自分よりヘルプうまいなって思う人見たことある？角が立つっすね。でぐらい、マジでヘルプうまいんすよ。ミチのこと嫌いって言ってる姫にまず出会ったことない。いや、でも僕が多分嫌いな子がいないんです。なるほどね。ちょっと変わってんなとか普通の人とは違うなみたいなのは思うんすけど、これやっぱもう SNS でもそうだけど角立たせてってるから、やっぱ嫌いだなって思う人嫌いだもん。うん、あんまりこう初対面感触悪かったりとか、うん、仲良くなりきれないなみたいなのがあると意地でつかせてもらうっす。ああ、そこの研究をするんだね。はい。いやでも彼がいるおかげで店売りはかなり影響されてると思うんで、もう栄誉をたたえたいっすよ。本当に実感あるっしょ。まあそれなりに。ミッチーの良さってさ、マジで分からな、分かりづらいよ。
気づいてくれた子が長く続くっていう。だから僕もともと顧客数別に多くないですけど、3年以上付き合いあって連絡のやり取りしてる子結構いいですよ。あ、まあ、それぐらい魅力ある子なんで、まあ、初回でもいいんで、まあ、見に来てくれたら嬉しいです。お願いします。僕が嬉しいんで。暇してるんで僕、はい、マジで仕事できたから。自分のために忙しくなりたい。うん、まあ、今月はすごいいい月だったんですけど、店売りでの1人当たりの平均が200万オーバーってやばくないですか。すごいすごいよね。でそれぐらい今うちは流行ってるんですよね。まあまあ、ただ足りてないと、人が。シンプルに新店で、まだ新店にしてはまあこれぐらいの人数が普通なんだろうけど、盛り上がりすぎてて人がやっぱり足りてなくて止めてる状態なんですよね。初回の電話はいっぱいになるんですけど、もしホストをしようかなって思ってる子がいるんだったら、マジで一回話聞きに来てほしいなって思います。ぜひ気になってる方とか、ホストやろうかなと思ってる方は一回お話を聞きに来てくださいって感じで、今日もありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。